ソフトバンクグループソフトバンクグループジャパンソフトバンク A ホールディングス Z ホールディングスゾゾ株式会社ゾゾは千葉県千葉市美浜区に本社を置く日本の会社。ファッション通販サイトゼストウン、ファッションコーディネートアプリ、ウェア、古着下取りサービス、ゾースウスーストなどのサービスを運営している。代表の前澤智作がバンド活動の傍らで始めた。 輸入レコード CD のカタログ販売をきっかけに事業が始まる。2000年にインターネット通販に切り替え、アパレル販売を中心に会社は急成長。2019年3月期の商品取扱い画は3231億円。年間購入者数は813万人となった。一方で2018年4月に発表した中期経営計画で、 前沢は2700億円程度だった主力であるアパレル EC サイトゼストーンの商品取扱い高を3年後に7000億円超にまで膨らます計画を掲げ増増スーッで計測された個人物のサイズとこれに関連するプライベートブランド商品の国内外での販売拡大を目論んだ。しかし実際にはスーツによるサイズ計測の件数は集まらず PB も不発。計画を1年で撤回し、当初1470億円を計画していた2019年3月期の連結売上高を1184億円にへと大幅に下方修正し、PB では125億円の赤字を計上した。また、2018年末に突然発表された、ゾゾありがとうと名打つキャンペーンでは、出店ブランドの商品を ゾゾの負担で常時10%オフで販売すると発表されたが、予告なしの安売りに有力出店ブランドの間に不満が広がり、一部ブランドが撤退を決めるなど、ゾゾ離れ減少が生じ、2019年4から6月期では年間購入者数が初めて減少に転じた。2019年9月13日には、ヤフー株式会社がゾゾの買収を決めたと発表。前沢は、 自身の所有する株をヤフーに代表権を沢田光太郎に譲り会社を去った。辞任劇の背景にはゾゾスーツやキャンペーンの失敗や上場以来初めての現役に加え美術品の購入などに自社株を担保にして買ったものが多数あるなど借金問題が指摘される。物流は外部委託せずすべてを自社で行うことで作業の効率化を図っている。 特徴的な人事制度、幕張手当、幕張の地域活性化を目的とした手当で、指定エリア内に住むことで支給される、住宅手当。通勤時間の減少によって、社員同士の交流を深める機会が増えるとの理由から、作られた制度である。ブランド名、ゼストーンの由来、創造と、創造の二つの、ぞ。旧社名、スタートトゥデイの、由来バンドゴリラビスケッツの曲。 スタートトゥデイ。物流拠点ゼストーンでの付け払い2016年11月より、ゼストーンで GMO ペイメントサービス株式会社の付け払い、サービス GMO5 払いの提供が開始された。支払いを最大で2ヶ月遅らせることができ、代金を支払う前に商品が届く仕組みである。上限は税込み5万4千円までで、手数料は1回につき324円。 ゼストーンは商品を受け取り中身を確認してからお支払いができることを利点として挙げている。吉岡里穂が好きなんだもん。好きだもん。2ヶ月なんて待てないよと語りかける映画のような広告が出され、支払いページには付け払いを進める目立つアイコンが設置され、クレジットカードをまだ持たない若年層を中心に人気となった。 付け払いの効果もあり、スタートトゥデイの二千十七年三月期の連結決算は、売上高は、前期比四四十点パーセント増の七百六十三億円、営業利益は四十八点零パーセント増の二百六十二億円と、業績は絶好調となった。ゼストウーンの付け払いは二ヶ月なので、カップ販売法の適用を受けず、利用者の支払い能力の有無を判定せずに商品を、 販売することができる。しかし決済代行業者からゼストーンが立て替え払いを受ける仕組みであるため、クレジットカードと同じく信用販売であり、信用の低い未成年者にローンを組ませているのと同じであると指摘されている。現金を直接貸し付けるわけでもないので、貸金業法の適用もない。法の隙間をうまく狙ったサービスという声もあり、ゼストーンも、決済代行業者も、 法律上の責任を負うことなく、消費者の支払い能力を確かめる必要なしに、商品を信用販売することが可能となっている。SNS には、付け払いを利用したが2ヶ月後に、支払いができない若者のコメントが溢れた。未成年の方は保護者の同意を得た上でご利用ください、とあるが、ほとんどの利用者は規約を読んでおらず、その条項を知らなかった。支払い能力が低いそう。 未成年をターゲットにしたビジネスであると批判が起こった。支払いができず保護者に泣きつく例もあるが、それもできない場合、支払いのために違法行為や風俗に向かう懸念があると、日経ドアーズは指摘する。テッククランチドットコムによれば付け払いサービスに対策を求める声がネット上で多く上がっているとのことである。2017年4月時点で、 スタートトゥデイは付け払いの見払い率を把握していない。ゼストーンウェアゾ数ススト。ありがとうございます。